攻撃が入ります。アドバンテージを東洋に見ていました川原レフリー。先週にノックローラーウェイの反則がありました。タックルに行った選手がタックル成立後もその場所から離れませんとノックローラーウェイ、ペナルティーキック東洋です。このペナルティーキック東洋はタッチキックです。東洋ボールのラインアウト。Come on, come on.
ここで先週の反則を取りました阿波原レフェリーです。オフサイドがありました。先週ディフェンスラインのオフサイド、ラックモールなど密集ができますと、そのラックモールに参加していない選手は味方のそのラックモールの一番後ろのラインよりも後ろに下がってプレーをしなければいけません。前に出てしまいました選手、ラインオフサイド、ペナルティーキック投与。このペナルティーキック、ただにこなしました。東洋地域を進めました。 22m ラインの内側に入りました。東洋ボールのラインアウト。
中初キックです。ここで両チーム選手の入れ替えです。東洋大学1番深澤翔介に代わってゴールキーパー福富瑞希が入りました。専修大学は1番の石田学斗、2番の宮本志音、そして14番の花田陽太郎に代わって16番上谷優太、17番原健翔、22番山崎良太郎が入りました。ご苦労さん。この試合ロスタイムはありません。ロスタイムはありません。選手15番フルバック松村優太が入場しました。20分間の試合が終わりました。関東大学ラグビーリーグ戦グループ1部2部入れ替え戦、1部7位専修大学対2部2位東洋大学の試合は42対24、専修大学が勝利しまして1部残留を決めました。東洋大学20年ぶりの入れ替え戦出場、そして25年ぶりの一部復帰はなりませんでした。はい、お前何やってんの。すいません、あいつ本田です。しかもお前何言ってんの。いいよ。どこで撮る。
マチも帰んの？いや、別に何も考えてないです。この後とか試合あるの？ある。専修大学、東洋大学両チームの選手の皆さん、お疲れ様でした。素晴らしいゲームでした。ここら辺りで出てきた。絶対無理だよ。